こんにちは。転売王堀秀夫です。今日はポケモン GO で、まあね、ちょうどいい事例を見つけたんで、それを、まあ、シェアしながらですね、まあ、日本とアメリカの間違いと、まあ、それによって起こる、Amazon 輸出ノウハウの間違いだノウハウというのが、まあ、どういうものか、まあ、そのためのマニュアルを用意したんで、そのご紹介というのをお伝えします。まず、今ね、ポケモン GO、まあ、非常に流行っていて、まあ、私もやってますけど、このポケモン GO 騒動に見るですね、日米の感覚の違い、これをつくづく感じました。まあ、世田谷公園、ね、まあ、普段はそんな大した人がいないとこなんでしょうけど、ポケモン GO でね、ミニ竜がいるという、のが知れて以来、ものすごい人ですね。誰のコンサートですかって感じのね、すごい人になってます。当然のことながら、すごい、まあ、ゴミ、ね、夜まで、まあ、人がいて騒がしいとかね、近所のコンビニが、まあ、物がすごい売れて品切れで、まあ、公園の自動販売機売り切れ、ね、ゴミは、溢れてるという状態になってます。まあ、こうなるとですね、日本の、まあ、通常の感覚というか、まあ、日本の、まあ、よくある声はですね、まあ、マナーを守ってないと。ね、マナーを守らなきゃいかんじゃないか。けしからんと。で、まあ、騒がしくなって近隣が迷惑してるとかね。ポケモン出ないようにしてくれと、ね、開発元に言ったと。そういう、まあ、マイナスな面とかね。道徳に期待するとか、まあ、公平であるにはどうするべきかとか、そういうことが、まあ、日本の感覚だと言われます。で、これアメリカだとですね、全く違った、反応をします。なぜなら、こんだけ人が集まると、ね、集まったらゴミが出るのは当たり前だと。なんで管理してる、世田谷区は、ゴミの回収をもっとしないんだ。あるいはね、自動販売機を置いてる業者がやるんだったらね、なんで自動販売機の業者はもう売れるの分かって、ゴミが溢れてるのに回収の頻度を増やさないんだと。まあ、そっちの方に行きますね。まあ、小学校の道徳の時間じゃないんで、まあ、道徳守んない人にね、まあ、ゴミを捨てていく人にゴミを持ち帰れと言ってもね、まあ、はい、わかりましたということにはそうそうならないですし、まあ、下手したら喧嘩になるでしょうしね、ろくなことにならないと。まあ、そうじゃなくてね、アメリカでは、まあ、ゴミを置いていく人は置いていくだろうと。まあ、人がいっぱいいればそういう人も一定数いるんで、そのための対策をどうするか。まあ、それを、まあね、まあ、今回のこういう件だったら簡単ですね。だって自動販売機売れるんだから回収頻度上げて、ゴミを回収頻度上げりゃいいんじゃないのと。それができないんだったらできる業者に帰りゃいいんだろうし、まあそういうね、公園に人がいっぱい来るんだったら、まあ入場料を取るなりなんなりね、まあこんだけの人が集まるんだったら、まあ多少の入場料を取ってね、充電サービスとかすれば、まあ管理小屋を建てたり、あるいはね、その人を人件費を雇ったり、ガードマンを雇ったりっていう費用は、まあ十分に出るわけなんで、まあ、そういうふうに、まあ、運営していくと。ね、道徳とか公平とか、ね、そういうのには期待しないと。管理する側が、できるのは何か、ね。利用する人にね、あまりその教育とかね、変わってもらうとか、そういうのは期待しないというのがアメリカ流です。で、ポケモン GO ね、まあ、日本がダメでアメリカがいいとかそういうことじゃなくて、これ、アマゾン輸出やっててね、つくづく思うのが、まあ、日本だとね、そんな風に対応されると、ちゃんとやってる人がバカを見るという、意見をよく聞きます。でもね、ちゃんとやらない人が一定数いるだろうというのに対して、対応していくのがアメリカ流というのがね、根本的な違いがあります。で、この違いを分からずに、日本のアマゾンだと当然ね、日本人の常識で、日本人が、サポートもして、運営してると。ところがアメリカの場合ね、アメリカ流でサポートはアメリカ、インド、フィリピン、ね、世界各国でサポートしてると。そうするとね、日本の常識で対応すると、思いもよらぬ地雷を踏んだり、なぜね、自分が割を食わなきゃいけない、いけないんだというような事態になったりします。まあ、これは本当にね、よくあることなんですけど、まあ、今回の世田谷公園のゴミを見てね、これ普通の日本人だったらね、ゴミを捨てていく人がひどいなという感覚になるんだろうけど、まあ、アメリカだったらね、逆になんでゴミ、人がいっぱい来たらゴミが増えるのに回収の人増やさないんだというふうに思うと。まあ、そういう根本的な違いがあるんで、アメリカの、まあ、その
システムである Amazon を使って、まあ、うまく使えてない人が結構いるんじゃないかなと思います。でね、私はアメリカにも住んでたことありますし、今もオーストラリアに住んでます。で、どっちかっていうとですね、まあ、その、日本的な運営が、まあ、望ましいとは思うんですけど、まあ、ただ、アメリカではそれで運営していけないと。ね、システムと、あとね、悪いことをする人は一定数いるという、前提のもとに運営されている。まあ、これはね、なかなか、勘どころはわからないと思うんで、それを、教えてます。で、その決まりを守ってね、取り組んでるおかげで、デンバーアカデミーのノウハウを使って稼いでる方は、順調に稼いでらっしゃるという事実があります。今回はですね、今までの個別サポート、プラン以外に、まあ、気軽にサポートを受けていただくと、ね、気軽に正しいノウハウを知っていただくために、マニュアルプランというのをご用意しました。で、マニュアルはですね、1ヶ月30日間のサポートがついて3万3000円です。で、1週目はですね、何をやるか、ね、カートを取り寄せアカウントを準備しましょうというところで、アカウントの作り方の、マニュアルを送ります。で、それに対する質問をしていただければ、その質問にお答えします。で、2週目はですね、儲かる商品の見つけ方。これは、儲かる商品はどういうふうに見つけるか。で、どういう商品だとね、問題があるか。まあ、それを、配信して、やはり同じように、見つけていただくと。で、質問があったら質問していただくと。で、3週目はですね、売れたら補充すると。まあ、補充はどういうふうにするか。まあ、それに対する、マニュアル、動画と、あと配信。で、質問があったら質問にお答えします。4週目はですね、ホリデーシーズンに向けて100万円以上売るためにやること。ね、商品選びのコツと、日米の常識の違いが原因で起こったトラブル。まあね、これ、ポケモン GO の、ね、対応そのものでも随分違いますけど、Amazon 輸出でもね、日本と Amazon は全然違います。ましてね、ほとんどの方は初めて物販やるっていうので、Amazon 輸出をやっていただいてます。転売アカデミーのサポートを受けていただいている方は、初めて、輸出をします。あるいはね、ヤフオクでちょこっとね、物を買ったことあるぐらいです。はたまた、ヤフオクもやったことありませんという方までね、サポートして稼いでいただいてます。そんだけのね、わかりやすい初心者向けのノウハウなんで、正しい知識をつけて、稼ぎ方の、コツを覚えてください。